ましておめでとうございます。おめでとうございます。2021年が始まったね。去年はコロナな1年だったよね。今年はどんな1年になるかな。まだコロナの話題も続きそう。そうだね。でも今年も私たちのできる限り音楽活動ができるといいね。日々の生活に音楽が必要。一昨年の年末に2019年を振り返る動画を作ったんだけど、今回は元日に去年を振り返ってみよう。何したっけね。これが去年の1月からの動画一覧。2019年の振り返りが2019年の最後だから、そこからが2020年でした。正月休みで安先生が作詞と作曲をやってたね。そうだったね。一昨年に始めた新たな活動として曲を自作し始めたんだよね。声楽科の練習会での練習撮影の中で月末にみんなで歌ってみた動画もあったね。あったあった。ちょっと聞いてみるよ。空という曲だね。最近また話題になってるけど、それはまた後で紹介するね。春空は優しく鳥たちを包む、2月の一覧。あ、稲祭りでみんなで歌ったよね。そうだったね。去年はテノールの伊藤さんが作詞したあなたという曲を課題にしたんだよね。ここ数年続いている稲町の公民館講座を受講した方々とフェリーチェのみんなで一緒に合唱したね。2月には桜という曲も作曲されて紹介したね。この時期くらいからコロナの話題ばっかりになってたよね。琵琶湖ホールがオペラの無観客での生配信を行っていたのはびっくりしたね。コロナのため時間ができたのもあって動画作りに力を入れていた気がする。そうそう、何をやったらいいか考える中で流行歌を歌ってたこともあったね。鬼滅の刃の曲。話題になってた。緊急事態宣言が出てさらに活動が制限されたからフェリーチェの音楽活動もできなくなったよね。うん、でも安先生が何かやろうと声をかけて2月に作った桜という曲でオンライン合唱をやったんだ。フェリーチェのメンバーだけではなくて海外などからも参加してもらったよね。5月になってもコロナが続いたから一緒に歌えるような動画も力を入れたんだよね。そうだったね。それに5月に行う予定のコンサートをオンライン配信に切り替えたりしたね。5月の末には緊急事態宣言が解除されそうということで活動再開に向けてフェイスシールドなどの紹介があった。6月くらいから声楽科の練習会も徐々に再開できて以前よりも動画本数が増えたよね。うん、でもお昼間の合唱活動に来れない人や自宅から出れない人などから楽しみにしてるよっていうメッセージをもらえて嬉しかったね。安先生の高校の時の合唱部の後輩さんからのメッセージがあって一緒に演奏動画を作ったりもしたね。そうだったね。コロナで大変だっただけじゃなくて新しい可能性もたくさん見つけることができたよね。活動を再開した人と再開できない人、そしてネットで知り合った方々とまた合唱動画を作ったんだった。今年の公民館講座は中止になるかとも心配したけどみんなで歌えたね。町のオリジナルソングを歌ったんだよね。
年末は、安先生が、ラジオ番組を担当することになったんだよね。そうそう、ラジオも聞いた。武田先生も素敵な感じで楽しい放送だった。ちょっと流してみるね。邪魔だってよくちっちゃい頃喧嘩してますね。え、お母さん音楽されてる方？しないですね。1月に作った空という曲が最後に流れてるんだよね。そう、ラジオと合わせてたくさんの人に聞いてほしいね。里見先生がストリートピアノに挑戦したね。いつの間にか登録者数が1300人を超えて仲間も増えてきたので、いろんな演奏も紹介したよね。最初は100人も登録しないんじゃないかと思ったけど、私も思ってた。こうやって振り返ってみると、去年は去年なりに頑張って活動したんじゃないかね。そうだね、楽しかったしね。グループの活動をやめてしまった人も多いけど、新しく始めた人も10人以上いるんだよ。そうなんだね。そういえば今日最初に富士山をみんなで歌ってたよね。毎年年末に100人くらいで様々な曲を歌ってたんだけど、昨年末にさっきの人数で一緒に歌ったんだ。今年の年末には全ての人が気兼ねなく歌えるようになるといいね。そうだよね。もう一曲、1月1日という曲を歌ってもらおうよ。画面の前の皆さんも歌ってくれたらいいね。よろしくお願いいたします。私たちも楽しみながら頑張ります。お疲れ様でした。